ガチンコマッチクラブの村の皆様、速稼塾の久保です。今回ですね、 YouTuber として、ちょっと仲良くなった関係があります。それがですね、シーノキのノキックスチャンネルとミスター M さんのミスター M チャンネルね、この2つの動画が今この仲良くなったということでね、紹介できるのは喜びかと思います。YouTube 活動していて何がありがたいかっていうと、他の YouTuber さんとの関係が生まれることなんですよ。昔でしたらブロガーさん同士が仲良くなるみたいなことはあったんですけども、最近はそれがね、 YouTuber 同士で起きてきて、例えば今回みたいに、ミスター M さんの動画をちょっとね、シーノキ安春チャンネルで紹介するとか、その逆が起きるとかっていうのがあります。特にですね、今チャンネル登録者数がこのお二人結構ね、拮抗してるんですよね。ミスター M さんが131人ですね、増えましたね。で、シーノキ SR チャンネルが116人と、こちらもね、100人を突破したばかりで、これから500人、1000人を目指していく段階だと思うんですよね。こういうふうな、ある意味ライバル関係の、また別のジャンルのチャンネルがですね、こうやって交わることによって、それぞれのチャンネルの登録者さんがお互いを知ることになったりね、あと何よりも、なんか励みになりますよね。このミスター M さんから見ると、シーノキ君がこうミスター M さんを紹介していると。で、シノキ君からしてみるとミスター M さんがこうね、シノキ君を紹介するみたいな感じで、その YouTube を活動してて何がすごくね、挫折の条件になるかっていうと、反応がなくて面白くないことなんですよ。で、反応があっても結構やる気のなくなるような反応とかね。でもこういうふうにお互いを励まし合う者同士がね、 YouTuber としてつながっているとすごく良くないですかってことなんですよ。花屋龍馬さんとかね、それから綾沢ちゃんとかも同じようにお互いを紹介してくれたりとかね、ノクさんっていうね、昨日は動画を出してくださった方を早速綾沢ちゃんが紹介してとかね、こういうふうな関係が生まれることによって、その YouTube っていう世界が、 YouTube っていう部活動みたいなところがますます盛り上がっていって、本当にですね、年代とかそれぞれの生活とかを超えた信頼関係になってくるのかなと思いますし、お互いのまたね、参考にもなりますからね。で、たまにはね、以前やっていただきましたけども、例えばオーストラリアの火災の問題をみんなで扱ってみて、社会問題をね、提起してみるとかっていうので、一つの流れを起こすこともできるわけなんですよ。そういうふうにして、それぞれの考え方の同じようなところと共感できるところとね、違うところと違って学べるところとっていうのが、いろいろとこうね、学び合えるのがこの YouTube のいいところかなと思います。今回ね、ミスター M さんのチャンネルをしのきくんが紹介してくれて、その逆もまた起きると思いますんでね、こういうふうな形で YouTube を通じてコミュニケーションしていくと、なんかますますね、インターネット活動面白くなるんじゃないかなと思います。まずは面白くないとビジネスとしての活動できないですからね。苦しいことに耐えたからお金がもらえるっていう、こういう風な時代は終わりまして、今ね、楽しいことをやるから楽しいことが上手になって継続できていく、その結果、ビジネスにもなっていくよってことなんですよね。そういう風な形を取っていけばいいんじゃないかなと思います。もう何もね、お金目当てに発信するっていうことではなくって、やること自体が楽しいっていうレールに乗ることが非常に大事です。今回の動画は以上です。